チャーシーシェルターです。お願いします。なんか今日に限ってめっちゃ風気味で声がガラガラで、さっきも戦うマヌカハニーって使ったんですけど、ちょっと本番に間に合わなかったちょっと頑張っていきたいと思います。今日はこんな素敵な機会を用意してくださって本当にありがとうございます。9月の最初にもアポロで健大さんと一緒にやらせていただいて、本当にその時健大さんが本当に盛り上がってくれたので楽しかったので、また参加しようと思って今回このメンバーで参加することにしました。お願いします。なんか自己紹介、なんかこの間出会ってない方もなんかちらほらいるので、ちょっと自己紹介したいと思います。シーシェルターというバンドなんですけど、島大の2年の同期で組んだバンドです。で、まあなんか最初は、まあ、ちょっと清楚系バンドを名乗ってたんですけど最近厳しいかなみたいな思ってきて、厳しくない、まあ厳しくない、まだいけるまだ頑張りたいと思うんですけど、なんかちょっともうなんか先輩にも不良系バンドって言われたので、さすがにちょっと清楚系ちょっと言えない、名乗れないかなと思い、なんか不良系って言われたのもこの間の学祭で、髪の毛をですね、あの子がで、あ、てかみんなでド派手にしようみたいな話になって、なんかせっかくだしなんか将来できないなと思ってド派手にしようって約束したんですよ。で、私も人生初ブリーチワクワクみたいな感じで行って、なんかこの子が金髪にしたんですね。もうドブリーチの、もうブリーチしたまま金髪でめちゃ似合ってたんですけど、で、私が赤にするって言って、で、今回ピンクで、青で、グレーっていう予定で、なんかすごい見た目になるだろうなと思って全員で同じ日に美容室入れて、なんか次の日会ったんですけど、え？みたいな赤、原色赤、原色金髪みたいな、で、ここがなんかちょっと今残ってるんですけど、インナーカラー、かわいい、おしゃれな感じにしてきて、え、待ってみたいな、私なんかもうアニメのコスプレみたいになったんですよなのに、え、めっちゃおしゃれじゃんってなって、もうこの子はなんかブリッジができんかったみたいな、まあ、ちょっとしょうがないんですけど、ブリッジができなくて、まあ、ちょっとピンクブラウンみたいな、かわいいみたいななって、この子はもうなんだろう、ちょっと灰色ぐらいの勢いで来られたんで、もうショックでショックで、もう2日間はいじられて、そう、3回いじられて、まあ、2日間は寝る切ってすぐ染め直して、まあ、ちょっとその染め直した後に色落ちしたのが今の名残そのままだ、そのままなんです。これがちょっと見えないです、今なんか青青みたいなさっきちょっとだいぶちゃ面白かったそうそう、この名残なんですけど、まあ、まあ、まだいけるということなので清楚系バンド名乗っていきたいと思いますお願いしますお願いします今回ちょっとガールズバンドの曲ばっかを珍しく用意してきたので、次も一緒に盛り上がっていただけると嬉しいです。ケイオンっていうアニメのドントセイレイジーなんで、サビのとこでぜひ盛り上がってください。お願いします。Thank you.
高さの設定なのでお客さんとの距離が近くて緊張する。そう、なんか県内の方結構前に来てくださるんで、なんか思わず出てない。最後なんですけど、めっちゃ恥ずかしい。次の曲が最後で、サイレントサイレンのチェリボムという曲なんですけど、あ、すごいご存知の方がたくさん。チェリボム、で、ぜひサビのとこでやってくださると嬉しいです。チェリボム、あと途中で掛け声みたいなとこがあって、なんかチェリボム、男の子もとか女の子ものとこがあるので、男の子もチェリボ、チェリボ、女の子もチェリボ、今性別関係ないんで、女の子もチェリボ、チェリボ、全員一緒の性別でお願いします。